こんにちは、翔也です。本日はですね、11月11日ということで、お目当てのね、プラモデルの発売日ということでね、無事、こちら、ガンダム、ビルドメタバースより、新バーニングガンダム、それと、同じくね、ガンダムビルドメタバースより、SD ガンダムクロスシルエット F くの1回、こちらね、2つ、無事、ゲットしてきました。で、今回はですね、まず、こちらのね、可愛らしい F 黒い近い、こちらをですね、作っていきたいと思います。はい、それではこちら F 黒い近いですが、黒い1モードと忍びモードという形でね、選択することができるようになっていまして、なおかつ SD ガンダム独特の二等身のね、この可愛らしい姿から中のフレームを選択することによって、等身をね、3等身ちょっとぐらいの、ちょっとスラッとした感じのね、姿に変えることもできます。はい、それではご開帳。はい、それではランナーですね、こちらから A1 A2 B C1 C2 それからステッカーで、今回のこのクロイチカイというのは女の子がパイロットなんですが、で、元々のガンダムもね、 F91 というガンダムで、でね、その元々のガンダムのかっこよさと女の子の持つその女性らしさっていうのがね、非常にね、掛け合わさったいいデザインだと思います。これはね、僕個人的に非常にね、楽しみにしてました。はい、ではこちらですね、組み立て説明書なんですが、もうね、最初からこの二等身の SD フレーム、もしくはちょっとね、等身の上がったクロスシルエットフレームっていうのを選ばなきゃいけないみたいですね。僕今回ね、このクロスシルエットシリーズっていうのは初めて来るんですよ。なので今説明書見るまでね、結構自由にね、等身変えれるんだと思ってたんですけど、そうじゃないんですね。じゃあせっかくなのでね、今回こちらのちょっと等身の高いクロスシルエットフレーム、こちらで作っていきたいと思います。はい、それではですね、完成しましたが、なんかね、鎧の付け方によっていろんな、パターンがあるみたいで、まずこちらのね、軽装仕様というものから紹介していきたいと思います。はい、それではこちらが軽装モードになります。だいぶね、上半身の鎧が取られて、身軽さは確かにありそうですね。で、関節なんかは結構ね、上半身に関しては普通にね、動きます。首回りとか腰回りもしっかり動きます。ただね、下半身に関してはこの前後の左右とかね、腰回りのアーマーが完全に干渉するので、すごく下半身のこのももの付け根とか、あと膝ですね、膝なんかもだいぶパーツ同士が干渉するので、そんなにね、動かないです。足首に関してはボールジョイントなので、割とポーズはつけやすいですね。はい、では続きましてこちら変幻自在の F くの1
顔がね、ジムヘッドになってるんですよね。まあ、要は妊婦を使ってジムに分けているという状態ですね。はい、それではこちらがですね、変幻自在の F くの1ですね。ボディに関しては、すべてくの1モードのように、鎧はね、すべてついている状態です。本当にね、頭部だけが、ジムヘッドに交換されている状態ですね。で、背中の、バックパックについてた武器に関しては、このような剣型と、あとここのね、持ち手を変えることによって、重モード、ウィズパーですね。ウィズパー状態にすることができます。はい、では続いてくの1モードですね、やっていきたいと思います。はい、それではこちらがくの1モードとなります。マフラーがね、首元についてより一層ね、ちょっと可愛らしさが増しましたね。で、武器ですね、先ほどの剣、こちらのですね、持ち手を外してビームエフェクトがついてますので、そちらにね、こうつけることによりまして、仕込みビームクナイという武器がね、さらに使えるようになります。さらにですよ、このようにですね、ビームエフェクトを2枚つなげることによって、ビーム大手裏剣という武器にもね、シールドにもなるという素敵なね、武器が完成するわけですよ。では最後ですね。最後、忍びモード。こちらをやっていきたいと思います。はい、それではこちらが忍びモード。最大稼働というモードのようで、もうね、ここ、肩とかにね、フィンがついてね、まさにね、F91 そのものっていう形になりましたね。ただね、これだいぶね、ポロリする。いろんなところにね、パーツが増えた分、干渉しまくってね、いろんなところが取れるんですよ。あとね、顔、さっきまでと違うの分かりますか？これね、ここを取って、で、さらに、ここも取るんですよ。そうすると、さっきのくの1モードの時は、こうなってたんですよね。両面顔があるわけですよ。こんな感じで。こういう風にね、顔を反転させて、この忍びモードに変えるという、なかなかね、しっかりしたギミックだと思います。では今回ですね、こちらガンダムビルドメタバースより、SD ガンダムクロスシルエット F くの1回作ってきました。SD ガンダムの中にね、軽装モード、ジムヘッドに代わる変幻自在のくの1、それからくの1モード、忍びモード、4つのねギミックがすごく詰め込まれてて楽しいキットだと思います。でね、こうポニーテールがあったり、首元のねマフラーだったり、可愛さもね、詰め込まれていて、なおかつ元の F91 のかっこよさっていうのもしっかりね、継承されていて、非常にね、作ってて楽しいキットでしたね。これは結構ね、可愛らしいので、女性の方が作ってもすごく愛着湧くんじゃないですかね。で、SD ガンダムなので、全然難しくないので、これね、お子様とかね、女性でもね、おすすめです。なかなか作ってて楽しいキットになっております。で、稼働に関してはね、もう SD ガンダムなので、どうしてもね、そんなにね、めちゃめちゃ動くってわけではないんですけれども、
もう大きさといいね、こうやってね、ガンプラくんの横にね、並べてもね、非常に可愛いと思います。なので、僕はこのままね、ガンプラくんの横に飾っておきたいと思います。というわけで、今回の動画はここまでとなります。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ショウヤンでした。またねー。